あなたたちは武術大会で優勝した。お久しぶりね。その節は世話になったな。今日はどうしたんだ。誰かに面会したいんだったらすぐに取り継がせてもらうぜ。それとも城内の見学を希望ですか。今日は遊撃士のお仕事で来たんだけど。お久しぶりですね、ダンさん、アルツさん。姫様？クローディア殿下、お帰りとは知りませんでした。寄ったんです。エステルさんたちを城内にご案内したいんですけど、通していただけますか。もちろんですとも。殿下の命とあらば。さすがだわ。大した人望だね。こりゃ公爵がひがむわけだ。クローゼ殿、並びにエステル殿ご一行がご来場。開門。さあお通りください。お役目ご苦労様です。エステルさん、それでは入りましょう。お城での聞き込みだけど、
女王様には挨拶がてら相談するとして、確かユリアさんって留守にしているんだったっけ。ええ、アルセイユの試験飛行でレイストン要塞に出張中です。そりゃ残念だな。あの姉さんがいたらさぞかし力になってくれそうだったが。それじゃあ他に相談できそうな人はいるかな。やはりヒルダ夫人にも相談してみるべきだと思います。レンちゃんのご両親がグランセル城を訪ねていたらきっとご存知のはずでしょうし。確かにヒルダさんだったらお城のことは何でも知ってそうね。それじゃあ早速女王様とヒルダさんを探すことにしますか。おばあ様はこの時間でしたら女王宮にいらっしゃると思います。ヒルダ夫人はそこのメイド室で聞けばどこにいらっしゃるかわかると思います。うん、よし、それじゃあメイド室と女王宮に行ってみましょう。エステル様、クローディア様とジン様も。失礼しました。長らく久しぶりだな。うんうん、シアさんにメイドの服を着せてもらったことを思い出すな。ほう、エステル君がメイド。女王様に会うためにね。そうそう、ヨシアにも無理やりメイド服を着せてシアさんに化粧してもらったのよ。あの時のシアさんたらもうノリノリだったんだから。ああ、恐縮です。セシリア姫を見事に演じたヨシア君の侍女姿。さぞかし可憐なものだっただろうに。つくづく公爵の晩餐会に参加できなかったことが悔やまれるよ。そうそう、シアさん、ヒルダさんがどちらにいらっしゃるかご存じないでしょうか。助監長でしたら今は資料室にいらっしゃると思います。確か調べたいことがあるとおっしゃっていましたから。資料室ね、オッケディア様、それにエステル殿も。フィルダさん、ただいま戻りました。お久しぶりです。ええ、本当に姫様がエステル殿に協力なさっていることは私も存じ上げております。二人ともご無事で何よりでした。フィルダさん、ありがとう。
実はここに戻ってきたのはギルドの調査を兼ねてなんです。ヒルダさんに少々お聞きしたいことがありまして。私でよければ何なりと。ですがここで話すのはいささか人の目がありますね。客室を使わせていただきましょう。なるほど、例の脅迫状の調査をなさっているのですか。ではお知りになりたいのは犯人の心当たりでしょうか。はい、まさにそれです。とりあえず脅迫状が届いたところを一通り回ってみることになって。それはご苦労様です。ですが心当たりといってもさすがに見当もつきませんわね。城の人間がやったのでないことだけは自信を持って断言できますが。うん、やっぱりそうよね。城に届いた脅迫状は誰に宛てたものだったのですか。恐れながら女王陛下に宛てたものでした。陛下宛ての不審な手紙は改めさせていただいていますから、私も内容は存じております。まったく恐れも知らぬ不届き者がいたものですね。ちょいと失礼。他に城に届けられた手紙で不審なものはありませんでしたかね。王室に対する批判めいた内容の文書とか。それはヒルダさん、私の方からもお願いします。できるだけ多くの判断材料が欲しいんです。そこまでおっしゃられるなら、いくつか無記名の文書が届いているのは事実です。ただ王室に対する批判というものはありません。リシャール大佐の原型を嘆願するものが多いですわね。おそらく一部の王都市民によるものではないかと。そうなんだ。うん、さすが僕がかつてライバルと目した人物だ。逮捕されてもなお人気とはね。大佐が有能な人物であったのは誰もが認めるところでしょうから、それを惜しむ人がいても何ら不思議ではないでしょうね。しかしそうした手紙と脅迫状は関係なさそうですな。どうやら王室を動かすことが目的というわけではなさそうだ。それが分かっただけでもよしとしますか。そうそう、ヒルダさん、もう一つ聞きたいことがある。クロスベルの貿易商ハロルド・ヘイワーズ。ええ、存じていますわ。ヒルダさんのお知り合いですか。いいえ、数日ほど前に城内の見学を希望された方です。たまたま手が空いておりましたので私が案内させていただきました。確かに奥様とお嬢様を。そういうことね。両親がどこに行ったかの手がかりにはならなそうだね。ただ少々気になることが。気になること。お嬢様の方はとても楽しげに見学してらっしゃったのですが、それとは対照的にご両親の方は心ここにあらずといった雰囲気でした。私と話すときは普通にしていましたが、多分無理をしていたのかもしれません。ここを初めて見学したにもかかわらず心ここにあらずという雰囲気か。悩み事があった可能性は高そうだな。そうですね、その時点で何かのトラブルに巻き込まれていたのかもしれません。うん、そのあたりに
行方を探す手がかりがあるかもしれないね。ヒルダさん、ありがとう。結構いいヒントを聞かせてもらっちゃいました。それはようございました。ところで姫様、今夜は当然グランセル城にお泊まりになられるのですよね。え、私は王都に滞在している間は厄介になるつもりですが。皆さんはどうなさいますか？先ほど言ったように、僕はエレボニア大使館で厄介になるつもりだね。ご好意だけ受け取っておくよ。俺もカルバード大使館に泊まらせてもらうつもりだ。謹んで辞退させてもらおう。私はアガットとティータに聞いてみないと。レンちゃんのこともあるしね。そうでしたね。それではいつお泊まりになっていただいても大丈夫なよう。ありがとう、ヒルダさん。よろしくお願いします。お任せください。私はメイド室に戻りますが、皆さんはどうぞごゆっくりなさってください。それでは失礼します。さてと、次は女王様に会わなくちゃ。女王宮にいらっしゃるんだっけ？はい、多分そちらだと思います。それでは挨拶させていただこうか。やっと来てくれましたね。え、おばあさま。あれ、ジーク？なるほど。ジークが気を利かせてくれたんですね。ええ、あなたたちが来ることを教えてくれました。お帰りなさい、クローディア。そしてエステルさん、よく来てくださいましたね。事情はカシウス殿から一通り聞かせてもらいました。本当にいろいろと大変でしたね。気遣っていただいて。でもやるべきことは見えているし、クローゼたちも助けてくれています。だから私は大丈夫です。そう。しばらく見ないうちに本当に頼もしくなりましたね。オリビエさんとジンさんもようこそいらっしゃいました。どうぞ部屋にお戻りください。紅茶の用意をさせてもらいます。そう、脅迫状の件で来たのですか。まさか各国の大使館や教会にまで届いていたとは。単なるいたずらとは思えなくなってきましたね。はい、そうなんです。そこで関係者から話を聞いて、脅迫犯についての目星をつけようということになって。おばあ様は今回の件に関して何か心当たりはありませんか？特に国内に関してですけど。そうですね、クローディア、あなた自身はどう思いますか？私です。あなたも王位継承者ならば
日頃から国内情勢について考えを巡らせているはず。それを聞かせてもらえますか。はい。不戦条約そのものに関して国内で反対する勢力というのはほとんどないと思います。ですが、クーデター事件後、極右勢力が追い詰められているという話を耳にしたことがあります。それが脅迫状という形で現れた可能性はあるかもしれません。さすがね。私の意見も大体同じです。どういうことですか。リシャール大佐以外にも軍拡を主張していた人々は少なくありませんでした。ですが、クーデター事件もそうした主張は完全に封じられた形になっています。さぞかし不安と不満を募らせていることでしょうね。リシャール大佐以外の軍拡主義者の嫌がらせですか。そう言っても差し支えないかもしれません。もしそうだとしたら、それは彼らの罪というより他ならぬ私の責任でしょうね。リベールでは言論の自由が認められているのですから。おばあ様、あんまり同情する必要ないと思うんですけど。いいえ、言論の自由というのは何よりも増して尊いものです。軍拡論にしても愛国の精神から来ているのは間違いありません。そうしたものを全て検討しつつ国の舵取りをしていくこと、それが国家元首の責任なのです。しかしそう、実際に条約が阻止される危険は低いということですかね。脅迫犯が軍拡主義者ならばそう言えるかもしれませんね。リシャール大佐の逮捕された今、彼らに事を起こす力はありません。問題はそれ以外の人間が脅迫犯だった場、その可能性については私にも見当がついていない状況です。そうですか。アリシア女王、一つお聞きしてもよろしいか。
ええ、何なりと。陛下はなぜ今この時期に不戦条約を提唱されたのですか。何しろクーデター事件の混乱も完全に収まりきってはいない状況だ。今は国外よりも国内のみに目を向けるべきだと思うのですが。ちょっとオリビエ、オリビエさんのおっしゃる通りかもしれませんね。ですが不戦条約に関してはクーデター事件よりも以前に両国の政府に打診し、それを遅らせたとあっては国家の威信にも関わるでしょう。それにクロスベル問題も再び加熱しているようですしね。ほう、クロスベルってレンちゃんの住んでる自治州？ええ、帝国と共和国の中間に存在している自治州です。近年この自治州の帰属をめぐって両国は激しく対立してきました。ま、帝国と共和国の喉に刺さった魚の骨みたいなもんだ。それに関するいざこざをひっくるめてクロスベル問題って言われている。そっか、そういう場所だったんだ。つまり不戦条約を通じてリベールが魚の骨を抜く。それを狙ってらっしゃるのですね。一朝一夕に片付く問題ではないでしょう。ただそのきっかけを提供できればと思っていました。そしてそれは大陸西部の安定とリベールの発言権を高めることにもつながるはずです。お見それしました。どうやらリベール侵攻は想像以上の愚行だったらしい。それを改めて痛感しましたよ。今さら何を言ってるんだか。あ、そうだ、ちょっと話は変わりますけど。まあそんなことが。さすがに女王様には心当たりはないですよね。ええ、申し訳ありませんが。グランセル城を訪ねていたらヒルダ夫人が知っていると思いますが、もう訪ねてみましたか？はい、ヒルダさんにも心当たりはないそうです。そうですか。お望みでしたらクロスベルの自治政府に連絡を取りましょう。いつでも相談してください。はい、おばあ様、
ありがとうございます。そろそろ私たち、わかっています。今夜はグランセル城に泊まっていってくれますね。その時にあなたの考えをじっくり聞かせてください。はい。いやはや大したお方だ。あの絶妙のバランス感覚は大陸切手というしかないね。ああ、まさに理想の君主だな。リベール国民が羨ましいぜ。当たり前よ。なんて言ったって。あ、どうしたのクローゼ。いえ、おばあ様の凄さを改めて実感してしまって、やはり私など足元にも及びませんね。姫殿下、女王陛下はいくつの時に即位されたんだったかな。あ、はい、二十歳の時だったと思います。で、姫殿下はいくつだい。16になりますが。あそういうことだ。陛下も即位された当初から今の政治手腕を振るってきたわけではないだろう。まして今のあなたは陛下が即位した時よりも若いんだ。比べても仕方ないだろう。武術における断りの境地は器のあるものにしか至れない。その器を持っていても一歩一歩の積み重ねがなければ絶対に到達することはできない。そして陛下はあなたに断りに至る器を見出した。焦ることはないと思いますぜ。オリビエさん、ジンさん、ありがとうございます。二人ともいいこと言うじゃない。伊達に年は食ってないわね。しっけえな。僕はまだ25歳だよ。ジンさんより5歳も若いのだからね。失敬なのはお前さんの方だろうが。とりあえずこれでおばあ様とヒルダさんから話が聞けましたね。うん、そろそろ市街に戻ろっか。ええ、そうですね。時が経つのは早いものだね。そろそろナイアルさんが戻っているかもしれませんね。あ、それもそう。よし、通信社に行ってみるか。
なんだなんだ、お前さんたちかよ。こんにちは、ライアルさん。お邪魔させてもらうよ。はあ、姫殿下に演奏家に不動の陣までいるのか。ずいぶん賑やかじゃねえか。あのあとまたいろいろあってね。ライアルは市長選の取材無事終わったみたいじゃない？あったぼうよ。それで今日はどうした？何かおいしいネタでもあるかよ。いや、どちらかというと私たちの方が知りたくてね。ここに届けられた脅迫状について聞きたいことがあるんだけど。なんだ、お前らもそいつを追ってやがるのか。てっきり王国軍が調べてると思ったんだが。うん、その軍からの依頼で調査を手伝っているんだけど、何か情報は入ってないかな。俺の方も王都に戻ってきたばかりで大した情報は入ってねえんだ。どちらかというとお前らに聞きたいくらいだぜ。なんだ、使えないわね。君もマスコミの人間だろ。犯人の見当くらいついているんじゃないのかね。失礼な連中だな。お二人とも失礼ですよ。あの、ナイアルさん、無理を承知でお願いします。些細な情報でも構わないので教えていただけないでしょうか。ちょっと姫殿下、頭を下げないでくださいよ。仕方ねえな。これはオフレコだが、脅迫状が届けられたのはどうやらここだけじゃないらしい。まずはレイストン要塞、そして大聖堂に飛行専攻者に、ホテルローエンバウト、さらには帝国と共和国の大使館にグランセル城、エルベリキュー、全部で9カ所も届けられたらしい。ん？どうした？ナイアル、その情報ならとっくに軍の人から教えてもらったんだけど。なぬー、仕入れたばかりの最新のネタだっつーのに。こりゃ聞くだけ無駄か。うん、他を当たった方がいいかもしれ。ちょっと待った、そこまでコケにされちゃリベール通信切っての敏腕記者ナイアル・バーンズの流したるぜ。いいだろう、現時点での俺様の推理をお前さんたちに聞かせてやるよ。手短に頼むよ。いいか、俺はな、今回の事件は愉快犯の仕業だと睨んでいる。うん、それは私たちも考えたけど。そう確信する理由を聞かせてもらいたいもんだな。記者としての経験から言うと、あの脅迫状にはリアリティがないのさ。そもそも脅迫状ってのは具体的かつ現実的な要求を掲げて初めて意味があるもんだ。だがあの脅迫状にはそれがない。うん、確かにそれはそうだね。単に災いが起こるだけじゃ関係者としても対応しようがない。そういうことだ。とても本気で条約そのものを妨害するつもりだとは思えねえ。誰だか知らんが
世間を騒がして喜んでいるだけだと思うのさ。なるほど、一理ありそうですね。ただ脅迫状が9カ所にも届いたのが気になりますけど、どれも条約に関係しているところばかりのようですし。確かにただの愉快犯にしちゃ事情を知りすぎているようだ。それを言われると。ただそうした事情ってのはその気になれば調べられるもんだ。とりあえず俺は愉快犯の前提で情報を集めてみようと思っている。お前さんたちは別の視点から動いてみるのもいいだろうさ。うん、そうね。ありがとう、ナイアル。結構貴重な意見だったかも。そうだろ。ま、何か分かったらお互い情報交換するとしようぜ。俺も不戦条約の締結までは王都に腰を据えるつもりだしな。あ、そうなんだ。そういえばドロシーはどうしてるの？うん、あいつらボース地方に出張中さ。ちょいと写真を撮ってきてもらいたくってな。特集？王国軍関連の特集さ。空賊どもが使っていた中世の砦があっただろ。今あそこは王国軍の訓練基地になってるんだ。飛行船の操縦訓練なんかが行われているらしいぜ。へえ、そうなんだ。それじゃあその基地の取材に行ってるわけね。まあな。未だに一人で任せるのはちょいと心配なんだが。確かに否定できないわね。あ、そうだ、ナイアルに聞きたいことがもう一つあるんだけど。ん？クロスベルの貿易商ハロルド・ヘイワーズ。聞いたことねえな。うちの尋ね人欄にも載せてなかったと思うぜ。そっか。ま、サービスのついでだ。どうしても見つからなかったら俺の方でも力になってやるよ。尋ね人欄に載せるなり、クロスベル方面の知り合いに聞いてみるなりできるだろう。ありがとう、ナイアル。なんだか今日はいつもよりも頼もしいわね。ちょっぴり見直しちゃったわ。そうだろそうだろ。っていつもは頼もしくないってことかよ。いやーね、言葉のあやだってば。よし、それじゃあそろそろギルドに戻るか。アガットのやつも戻ってきてるだろう。そうだね。ナイアルさん、どうもありがとうございます。いやいや、また来てくださいよ。戻ってきやがったな。ごめんごめん、ちょっと遅くなっちゃった。ティータとレンちゃんは？つい先ほど戻ってらっしゃいましたよ。今は2階でお買い物の戦果を見せ合っているみたいですね。そっか、楽しんできたみたいね。それじゃあ私たちも報告しようかな。ええ、よろしくお願いします。なるほどな。
ずいぶんいろいろな情報を掴んできたじゃないか。まあ決定的なことは何も分かってないけどね。アガットの方はどうだった？正直どこも外れてな。大聖堂、ホテル、飛行船公社、どこも脅迫状を送ってきた犯人の心当たりはないそうだ。飛行船公社は空賊事件みたいに後からミラの要求があることを警戒しているみてえだが、今のところその要求もないらしい。そっか、結局犯人の可能性はいろいろと考えられるんだけど、結社の仕業って可能性はどこまであるのかしら。何とも言えませんね。これまでの事件を見る限り、彼らは今のところゴスペルの実験以外の活動は、そしてゴスペルは普通では考えられない現象を引き起こすことが分かっています。うん、その意味で今回の脅迫事件は確かに毛色が違っていそうだね。現時点で結社の関与を示す兆候は見られないってわけだな。警戒のしすぎなのかしら。いえ、警戒しておくに越したことはないと思います。とりあえず今できる調査は全てやったと考えていいでしょう。皆さんの報告は私の方でレポートとしてまとめておきます。明日それをエルベリ宮にいるシード中佐に届けてもらえますか。うん、結局犯人は分からなかったから申し訳ないけど仕方ないよね。そういえばアガット、レンちゃんの方はどうだった？そっちはいくつか分かったことがある。まずはホテルだが、あの子と両親は2週間ばかりオートに滞在していたようだな。その間ずっとホテルの同じ部屋に泊まっていたらしい。でようやく今朝チェックアウトしたそうだぞ。なるほど。次に大聖堂だが、滞在中何度か大聖堂に礼拝に来ていたみたいだな。で応対した司祭が言うには、両親の様子が変だったそうだ。礼拝中上の空だったらしい。ヒルダ夫人の話と同じですね。最後に飛行船公社だったが、実はな、見つからなかったんだ。クロスベル出身のヘイワーズ夫妻とレン、ここ半年くらいの乗客名簿には該当者が見当たらなかったんだ。ミステリーだね。となると陸路を通ってリベールに来たということかな。そんなはずないわよ。だって初めて会った時飛行船で到着したとか言ってた覚えがあるもん。なあ、エアレッテンだから。確か大きな湖が見えたとか言ってやがったな。そうでしたか。だとすればご両親が偽名を使っていたのかもしれませんね。偽名。後ろ暗いことがあったのか、トラブルを恐れていたのか、いずれにせよ旅に出る前から危険は予測していたみたいだな。レンさんのご両親については各地のギルドにも連絡しました。今は焦らず情報が入るのを待った方がいいかもしれませんね。とりあえずレンさんですが、しばらくギルドで預かった方がいいかもしれません。うん、と
トラブルに巻き込まれる危険もあるしね。よかったら私に預けてくれない？人事とは思えないし。そう言っていただけると助かります。王都滞在中、皆さんの宿泊はギルドが手配させていただきます。レンさんの宿泊費も持たせていただくので、ご安心を。正直助かっちゃうわ。あ、そういえばヒルダさんの話があったっけ。ほう、そんな話が。俺は遠慮するぜ。何度も泊まるにはさすがに堅苦しそうだ。ホテルの方が何か起こった時ギルドと連絡もつきやすいしな。それは確かにそうかも。両親の連絡が入ってくるかもしれないし。クローゼ、悪いんだけど。お気になさらずに。ヒルダさんの方には私の方から説明しておきます。僕とジンさんはそれぞれの大使館止まり、姫殿下はグランセル城止まり、君たち二人と年少組はホテル止まりというわけだね。その前にどうだろう、せっかくだから酒場で一緒に夕食を共にしないかい？あ、いいかもね。オリビエのピアノも久しぶりに聴いてみたいし。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。エステル君もようやく大人の味が分かってきたようだね。いかがわしい言い方すんじゃないわよ。しかしそういうことならすぐに出かけた方がいいな。これだけの大所帯だ、席がなくなる可能性もある。よし、チビたちを呼んでとっとと酒場に向かうとするか。
ちはここまでね。クローゼ、気をつけて帰ってね。近くですから大丈夫ですよ。あら、お姉さん、この辺りに住んでいるの？ええ、親戚の家に泊まるんです。ああ、また明日な。クローゼさん、さようなら。それにしても、やたらと盛り上がったわね。オリビアに呼び出されてミュラーさんまで来ちゃうし。そういうお前だってあの記者を呼んでたじゃねえか。どうせだったらと思ってね。レンちゃんたちはどうだった？楽しかったわ。お料理も美味しかったし、面白い話もいっぱい聞けたし、ピアノもすごく素敵だったわ。オリビエさんってピアノがとっても上手なんだね。ちょっとびっくりしちゃった。ま、一応演奏家を名乗っているくらいだからね。アガットの方は切り上げてもよかったの？まだジンさんたちは盛り上がってたみたいだけど。あいつらに付き合ってたらいつまでもキリがねえからな。散々歩き回って疲れたし、とっとと休むことにするぜ。そっか、それじゃあ私たちもホテルの部屋を取りますか。遊撃士協会の方々ですね。あいにくですが4人部屋を確保することができなくて、2人部屋を2つという形でお願いできませんでしょうか。あ、そうなんだ。アガット、どういう風に分かれる？俺はどこでもいい。お前らで好きなように決めろや。だったらレンはお姉さんと一緒がいいわ。ずっとお仕事ばっかりであんまり話せなかったんだもの。あ、レンちゃんずるい。私もお姉ちゃんと一緒の部屋がいいのに。ふふん、言ったもの勝ちよ。なんだったら一緒のベッドに寝てもいいけど。
ちゃんにお姉ちゃんを譲ってあげる。ありがとうって言った。譲られちゃったわ。だったら俺はチビスケと同一か。じいさんと三人で潜伏してた時を思い出すな。見つけられなくて。いいの。だってパパたちちゃんと迎えに来てくれるってね。別にお姉さんたちが無理をして探すことないわ。でもレンのパパとママはかくれんぼが上手だったの。もちろんレンほどじゃないけどね。だから簡単には見つからないと思うわ。そっか。それじゃあ無理はしないでのんびり探すことにするわね。ええ、それがいいわ。それよりもレン、お姉さんにお願い。だからダメよ。お願いを聞いてくれるって約束してくれなければ言えないわ。そうきたか。私にできることなら何でも叶えてあげるわよ。本当嬉しい。最初のお願いはね、レンのことはレン、ああ呼び捨てでいいってこと。ええ、そうよ。ティータは呼び捨てなのにレンだけちゃん付けなのはちょっと納得いかないわ。そういうもん。うん、別にいいけど、なんだったら私のこともエステルって呼び捨てにする。お姉さんをエステル。うん、いいかもしれないわ。だったらそう呼んでよ。よろしくね、レン。よろしく、エステル。嬉しいな。そっかそっか。それでレン、もう一つのお願いって。ええ、あのね、さっき部屋に入った時驚いた理由を教えてくれる。ああ、エステルちょっとだけ悲しそうな顔をしてたわ。だから気になっちゃったの。そっか。前にね、この部屋にある人と泊まったことがあるの。その人のことちょっと思い出しちゃってね。わあ、それってやっぱり恋人。残念ながらそうじゃないわ。家族として一緒に暮らしていた私の兄弟みたいな人かな。今はちょっと一緒にいないんだけど。その人ってどういうお兄さんなの？名前は？見た目は？ヨシアって言うんだけど、黒髪に琥珀色の瞳をしててかなりのハンサムだったかな。ハンサムっていうより美人って言うべきなのかしら。美人さん？だってお芝居とかでお姫様の格好とかしちゃってね。これがまた怖いくらいに似合っちゃうようなやつなのよ。うわー、いいわね。でもその人に一度会ってみたいわ。ねえねえ、いつ会えるの？それはちょっとわからないな。ひょっとして
いつ会えるかわからないから悲しいの？ううん、それは平気。何年かかっても絶対に連れ戻すって決めているから。それじゃあどうして？きっと今頃ヨシアは無理をしてると思うから。なのに支えてあげられないのがちょっと悲しいかな。ごめんごめん。こんな話、事情を知らないレンには面白くないよね。ううん、そんなことないわ。そのヨシアってお兄さん、本当に素敵な人みたいね。素敵ね。結構ひどいやつだと思うけど、あんな勝手な別れ方をして、私の初めてを。初めて？うわ、なんでもない。今日は疲れちゃったし、そろそろ寝るとしましょう。あー、ごまかした。もう全部聞き出すまで絶対に眠らないんだから。うーん、しまったな。地味と交戦したわ。とすると、そこをアジトにしている可能性が高そうですね。どうします？このまま踏み込みますか？ええ、ギルドと軍に連絡している暇はない。とりあえず潜入して残党の規模を確かめるわよ。ラジャーです。気づかれたか、あるいは、まあいいわ。とにかく慎重に調べましょう。ダメですね、もぬけの殻って感じです。先輩の方はどうですか？こっちも同じよ。留守中なのか、あるいは拠点を移った直後なのか、せめて行き先が分かるような手がかりでもあるといいんだけど。行き先の手がかりにはならなさそうなんですけど、あっちのテントでこのファイルを見つけました。あら、見せてみて。うん、妙な図面が書かれているわね。オルブイユ開発計画、何かの乗り物の設計図みたいね。オルブイユ、ちょっとおしゃれな名前。やっぱり飛行船なんでしょうか？専門家じゃないからちょっと分かりかねるけど。あら、どうしたんですか？ページの間にメモがあったわ。
招待状は配り終わった。テーブルと椅子も用意した。お茶会の準備はこれでおしまい。あとはお茶菓子を焼いてお客様が集まるのを待つだけ。へえ、ほのぼのした内容ですね。なんだか絵本の一節みたい。どうやら何かの不調みたいね。問題は何を意味しているメッセージかなんだけど。ちって。え？嘘。いつの間に。随分と味な気配の消し方をしてくれるわね。あのアッシュブロンドの少尉さんにでも習ったの？シェラ先輩。ええ。どうやら普通じゃないわね。連携で一角を崩してそれぞれ残りを片付ける。できるね。お任せあれ。それじゃ。けどどうにも奇妙な手応えだわ。何か危ない薬でもやってるんじゃない。前にルアンの不良グループが薬で操られたって聞きましたけど。エステルたちが解決したっていう事件ね。でもそういうのともまた違った手応えだったわ。まるで石か木を打ったような。すごいすごい。お姉さんたちなかなか優秀な遊撃士だね。あなた。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。見食らう蛇に連なるものさ。とうとう現れたわね。あなた、なんでこんな場所にいるの？特務兵の残党と一緒に何をしようとしているわけ？今回の僕の役割はあくまで見届け役なんだ。
具体的な計画のことを僕に尋ねるのは筋違いだよ。というか僕も知らないしね。見届け役ですって。まあお茶会に参加するなら急いだ方がいいかもしれないよ。どこで開かれるかは知らないけど、少なくともそれともここで僕と一緒に夜明けのコーヒーでも飲もうか。まだ若いみたいだけど、本当に結社の人間なの？悪いことは言わないから、そんなのやめちゃった方がいいよ。優しいお姉さんだな。でも道化師のことを笑い物にするのならともかく、心配するのはマナー違反だね。それは完全に戦闘不能にしたはずだから君たち遊撃士ってのはやるんだったら徹底的に壊すつもりじゃないと。これ見て今宵のショーはおしまい。それでは皆様ごきげんよう。待ちなさい。シェラ先輩、あの、ええ、痛を感じずに行けたのならいいんだけど。いずれにせよこのままにはしておけないわね。アネラス、悪いんだけどシーツを調達してきてくれる？それに結晶回路の破片、ひょっとしてこれ。自律的に行動する動力人形、いわゆる人形兵器ってやつやろね。え、あなた確か。おっと、俺のこと覚えとってくれたみたいやね。改めて、七王教会の巡回神父、ケビン・グラハム言いますわ。シェラザード・ハーベイさんとアネラス・エルフィードさんやね。ものは相談なんやけど、お互い情報交換をせえへんか？
任せろ兄貴。ジョゼット、オッケー。よしわ、相変わらず見事な手並みじゃないか。あなたたちこそなかなか見事な連携だ。おかげで一気にケリがついたよ。ふん、おだてても何も出ないからね。これで10体目だよ。あとどれだけ狩ればいいのさ。そうだな、そろそろ王国軍も動くだろうし、この辺りが引き際だろう。しかし結社っていうのは何を考えているのかわからねえな。どうしてあの黒坊主どもの人形なんざ徘徊させてるんだよ。そう、まさにそれだぜ。本物の特務兵の残党たちは一体どこに行っちまったんだ。多分あのメモにあったお茶会の可能性が高い。人形兵器はそこから軍の目をそらすために使われたんだろう。なるほどな。どこで何をするかは知らんが、どうにも気な。まあ俺たちが手を貸す義理なんじゃないんだが、そのお茶会ってのは放っておいてもいいのかよ。今頃遊撃士たちがあの廃校を捜索しているはずだ。このまま軍とギルドに任せよう。そうそう、メモと設計図を残しただけでも十分だってば。こうしてギルドに代わって人形退治だってしてるんだし。あとはあの能天気女たちに任せとけばいいんじゃないの。今さら昔の仲間が心配なの。いや、もう僕には関係ない人たちさ。お茶会が始まれば軍の警戒もそちらに向かう。その機を逃さずに動こう。あーや、さーて忙しくなりそうだぜ。なるほど、これは充実した報告書だな。本当に助かった。よくここまで調べてくれたね。犯人を特定できなかったのは正直心残りなんだけど。調査報告としては十分すぎるさ。この段階で脅迫犯が見つかるとはこちらも考えていなかったからね。どちらかというと今後の警備の参考にするために必要だったんだ。そう言ってくれると助かるぜ。で、王国軍の方ではあれから進展はあったのかい？まあ昨日のうちに警備体制の第一段階を完了したくらいかな。以後条約調印式が終わるまでこのエルベリ宮が警備本部となる。それで兵士さんたちが結構詰めているんだ。そういえば周遊道にも魔獣がほとんどいなかったわね。今朝大規模な掃討作戦が実施されたばかりだからね。条約調印式までの間定期的に行おうと思っている。普段からそうしてくれると
うちとしても助かるんだがな。それを言われると耳が痛いな。そうだ、昨日言っていた女の子のご両親についてだが、各地の関所に通達は出したが、未だ情報は入っていなくてね。そっか、気長に待つしかないのかな。こちらも情報が入り次第ギルドに知らせることにしよう。とりあえず脅迫状の調査はここまでやってくれれば十分。後でギルドに報酬を振り込ませてもらうよ。うん、よろしく。でもこれから先はどうするの？私たちもこのままオートで警戒に当たった方がいいのかな？もしオートに残るのであれば協力してもらえると助かるな。ただ君たちが忙しいのは我々も理解しているつもりだ。無理を言うつもりはないよ。レンの件もあるし、エルナーさんに相談してみる？なあ、そうしてみるか。失礼します。なんだ、どうした？問題ない、彼らは協力者だ。はあ、それでは先ほどレイストン要塞から動力通信で連絡がありました。どうやらモース地方に情報部の残党が現れたようです。え？なんだと？詳しく話してくれ。それが最初に発見したのはギルドの遊撃士だったらしく、正確な現地の状況は未だつかめていないようですね。とりあえず司令部からは全王国軍部隊に第二種警戒態勢に入るようにとの指示がありました。そうか、わかった。どうやらお互いに忙しくなるかもしれないな。ああ、そうだな。エステル、急いでギルドに戻るぞ。うん、シード中佐、警備のお仕事頑張ってね。あ、そちらも頑張ってくれ。報告書を渡すだけだって。素直にギルドで待っててくれればいいのに。まあひどいわ。レンはエステルと一緒にいたいだけなのに。ほら、ティータもなんとか言ってあげなさいな。わ、私？お姉ちゃんたちと一緒にいたいのは確かだけど、お仕事だしあんまりわがままは言えないかな。だったらエステルのことはレンが取っちゃうことにするわ。
も外れなんだから。レンちゃんひどいよ。ほらほら喧嘩しないの。リータはお姉さんなんだから少しは多めに見てあげないと。でもいつの間にかお互い呼び捨てになってるし。お姉ちゃん、私もうそんなことあるわけないじゃないの。ほれほれどうだ、そんな顔してると抱きしめちゃうわよ。お姉ちゃんたら、ティータずるいわ。やれやれ、付き合ってらんねえな。それはともかく、とっととギルドに戻るぞ。あ、そうだったわね。何かあったんですか？ああ、どうやらボース地方で特務兵の残党が現れたらしい。詳しいことはまだわからないんだけど、とりあえずギルドなら情報が入っていると思うし。それじゃあ確かに急いで戻らないとダメだよね。すぐにレンにわからない話をする。ごめんごめん。とりあえず用事があるからとっととギルドに戻るってことだ。そうなの？残念ね。こんなにたくさんの兵士さんがいたらかくれんぼも楽しいと思うのに。隠れていいのはこの辺りの森全部って。すごくダイナミックだね。それはさすがに勘弁してほしいかな。それじゃあ早速オートに戻ることにしましょう。継承権を持つデュナン・フォン・アウスレーゼをバカにしておるのか。めっそうもありません。実は今朝エルベ州誘導で魔獣の掃討作戦がありまして、ですから護衛の数はこれだけでも十分かと存じます。そういう意味ではない。私ほどの重要人物に対して護衛が3人のみとは無礼千万。せめて10名は用意するのだ。しかしカッカ、あまり無理を申されては。せっかく陛下のお許しが出たのです。それだけでも行こうと思いませんと。黙れフィリップ。そもそも処分そのものが不当極まりなかったのだ。ならば親衛隊の全大使をもって出迎えるのが筋であろう。親衛隊全員とはさすがに行かないんだけど、よかったら私たちが一緒についてってあげようか。皆さん、まったくもう公爵さんも相変わらずね。あんまりわがまま言ってみんなを困らせたらダメじゃない。気安く公爵さんなどと呼ぶでない。どうしてそなたらがこんな場所にいるのだ。すでに
に民間人の立ち入りは禁止されたのではないのか。ここの警備責任者さんに届け物があって来ただけよ。で、公爵さんたちはこれから散歩にでも行くの？聞いて驚くでないぞ。私を縛り付けた不当な戒めがついに解かれることとなってるだ。不当な戒めが解けた？ひょっとして謹慎処分が解かれたのか？はい、今朝方陛下からの連絡がございました。離宮を辞し、グランセル城に戻ってくるようにとのお言葉です。やれやれ、お人よしなばあさんだな。へえ、でもまあよかったじゃないの。もう二度と利用されないように自分をしっかり持たなくちゃね。なる？やっぱり生活態度を見直した方がいいんじゃない？公爵さんってだらけ切った生活してそうだし、運動なんかおすすめするわよ。あれ、私変なこと言った？いえ、エステル様のおっしゃる通りかと思います。そもそも閣下が自分をしっかりお持ちでいれば、リシャール大佐に利用されることなどなかったはず。このフィリップ、今一度そのことを進言させていただきたく。説教はたくさんだ。もうよい。このような場所に1秒たりとも長居できるものか。とっとと王都に向かうぞ。おう。あれ、付き合わなくてもいいの？いらぬ。行くぞ者ども。エステル様、毎度ながら本当にありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。いいってば。でもフィリップさんもたまにはちゃんと叱らなくちゃ。叱ってくれる人がいないからああなっちゃったんじゃないの？え？根は悪人じゃないと思うし、その気になれば立ち直れるわよ。要はきっかけじゃないかしら。エステル様、その言葉。フィリップ、何をしているのだ。グズグズしていると置いていってしまうぞ。は、はい、ただいま。それでは皆様、やっぱり一緒の方が良かったと思うんだけどな。なんというか。正直お前のそういうところは。え？やっぱりお姉ちゃんはすごいな。初めて会った時からそんな気はしたんだけど、エステルって限りなくお人よしさんなのね。お人よしってなんで？ああ、わからないならそのままでいいっての。とにかく王都に戻るぞ。
Thank you.